こんばんは、6時のニュースをお伝えします。川口市で10日、新設された飲食店のトイレにクレームが殺到しているようです。外装・内装の工事がすべて完了し、予定通りオープンを迎えた飲食店でしたが、利用者からトイレに対するクレームが殺到しているとのことです。こちらが実際のトイレの写真です。なぜか仕切りがありません。設計者によると、このご時世なので風通しのいいトイレをと要望を受け、このようなトイレを設計したとのこと。この日利用者は仕方なく、お互いの踏ん張っている姿失礼しました。お互いの踏ん張っている姿を見ながら用を足したとのことです。調べによると、設計者は風通しを良くしすぎたと語っていたとのことです。続いてのニュースです。昨夜、都内のホテルで男性が倒れ、救急車で運ばれました。男性は交際中の女性とホテルに入り、女性がシャワーを浴びている最中に避妊具を忘れたことに気がつき、仕方なく接着剤で代用した模様。これを知った女性から、今日はやめとこうと言われ、二人はそのまま就寝したとのこと。数時間後、男性は体に異変を感じ、次第に意識を失っていき、病院に運ばれました。男性は幸い、大事には至りませんでした。女性は接着剤を塗った男性に対し、さすがにアホすぎる、と語っていたとのことです。以上。